アスカさんですよね。あ、そうですそうです。ええ何ですか、なんで、まあ、とりあえず乗ってもらって。グレですか。グレじゃないよ。何も聞かされてない。そう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 。えアスカさん、話があるなんて何かあるかなと思って一応回してたけど。美咲さん嘘でしょ。ほらまじまじとお願いが、お願いすること、ね、頼み事があるんでちょっと、はい、え悪い話じゃないなら悪い話じゃない、いい話。わかりました。お互いにとっていい話。あじゃあはい。オフィス？そうオフィス、うんうん。オフィスはここから近いんですか？オフィスはねここから近いです。もうちょっとです。え有名なあの何でしたっけ、あの超ヤバいっていう有名なオフィスですよね。そうそうそう、あの渋谷直結のスクランブルスクエアっていう。ヤバ。ちょっとそこで、うん、じゃあ話だけ聞いてもらって、うん、まあどう思うか分かんないと思うんですけど、うん、まあ個人的には全然悪い話するつもりないし、うんうんうん、多分お互いプラスになると思うんで。へえ。YouTube どう？あんま頑張る気ない感じなの最近。あいや一人だと、まあ、そうだよね。なんか何撮っていいかわからないし、うんうんうんうね、あんまり YouTube の、うん、そのチームが、うん、ぶっちゃけあのいなくなっちゃったっていうか、なんか分裂しちゃって。ああそうなんだ、うん、だからその YouTube のそういう企画とかも提案してくれる人も今いない状態で、うんうん、何撮ったらいいかわからないっていう。まあ、じゃあそれも話しましょう。わかりました。着、はい、いた。ここ着いた。もう渋谷駅ですよ。ここそうですよ、渋谷駅直結だから。うちのオフィスぐらいになると。渋谷駅直結。ここの上あそこら辺。いやもう渋谷駅です。あんまり知られてないね、こういう会社のこととか。 あんまり言ってないから。 YouTube でも出してない。 YouTube 1回か2回しか出してない。どうやって入るんだっけ。5回ぐらいエレベーター乗り換えました。そうなんだ、一応エレベーター3、4回乗り換えます。複雑。ちょっと面倒くさいですよね。すごい、広くない？何か広どうこれ、景色すごくない？景色やば。今、そうここがスクランブル式交差点、渋谷の。見たい。すごい。どれ？どれだ？こっちだ。あれこっちだ。全然違う。全然違う。こっち、でもこれ渋谷のん？スクランブル交差点。毎日ここで人々を見下してる。いやいや、そんなことはないけど。すごいな。普通にそんなことはないけど。言い方、一番悪い言い方しました。なんですかこれ。せっかくなんで。ね、なんすかこれ。じゃあどっち行きますか。せっかく来てもらったんで。じゃあウェルカムシャンパンドンペリ行きますか。ドンペリピーツ行きますか。ピーツだよ、ピーツ。ありえない。オフィスでピーツ飲んでる。さ開けれないんだよ、ね、自分で。あちょっといつも開けてもらってるから、ね、マネージャーの肉まんさん、はい、マネージャーの肉まんさんが得意な肉まんさん。私のマネージャーの、はい、飲むのは苦手なんですけどね、開けるのは得意なんで僕。じゃあ素敵なシャンパンお開けします。ありがとうございます。おおうまい、うん、慣れてるわ、うん。今日来てくれてありがとうございます。はい、はい、なんだろう、ちょっと怖いな。とりあえず乾杯、乾杯、いただきます。久しぶりだしね、会ったの、うん、この二人がここで飲むとオフィスっぽくないっすね。ああ確かにね、これオフィスで飲み暮らしがやばいね。すごい、ホテルの最上階のおしゃれなバーですね。確かに確かに、最上階のバーですね。でもちょっと今日はね、話があって来てもらったんで、はい、何ですか。酔っ払う前に、うん、でももう一杯ぐらい飲んでもろって。わかりました。飲んでもらわないと。ちょっといいですか、そろそろ本題に切り込んでも、はいはいはい、お願いします。酔っ払う前に、はいはい、ちょっと待って、緊張してきた逆に。逆に人に、いや普段人に頼み事することってないんですよ。よく頼もうって言ってない？頼もうは演出して言ってるけど、普段は会社で別にいつもなんかこう頼まれる側だから、人に頼むの慣れてないの本当多分。そうなんで、はい、でちょっと本当真面目にお願いがあって、うんうん、僕、まあ、YouTube 最近やってるんですけど、やってるね、今登録者がやっと40万人超えたんですよ、うん、すごいじゃん。いや40万で次のステップで気づいたんですよ、うん、40万人いって、うん、次何やるかなっていう、うん、チームなのってチームチームって最近で YouTube の流れって今結構一昔前、僕、まあ、1年半ぐらい前に始めたんですけど、うん、難しくなってて日々、うん、で今一人で何か企画やるっても再生取れないのよ、うん、まあ、すげえ人気の人は取れると思うけど、時代のトレンドでも一人じゃなくなってきたのよ。トレンドなんだ。トレンドなの絶対。もっと人がいないと企画も狭まるし、まね、厳しいなって思ったの、分析をして、うん、でそこでじゃあ誰とグループチャンネルやろうかなって思ったんですよ、うん、で、まあ、でもいわゆるビジネス系 YouTuber で、うん、
なんかそういうエンタメみたいなことできる人ってあんまいなくて、むしろ今勢いがないんでみんな、まあ竹花さんとか、知ってる？まあいいですか、それは大丈夫です、知らなくていいんですけど、なんだろうな、友達を出そうかなと思っても、やっぱすごい、なんつったらいいんだろうな、まあ、ぶっちゃけそのいろんな持ってるバックボーンとかにすごい差があるんですよ、正直、これ別に怒ってるわけじゃなくて、やっぱ会社もあるし、家もあるし、まあ、車もあるしって、やっぱ同じ同世代でそういうやついないんで、まあ、同じでもじゃなくても、チームとしてはいいんじゃない？まあでもね、やっぱなんかついてこれそうな人がいない、やっぱ正直やっぱそうですね、キャラが濃すぎるのかもしれないけど、だから王子が、うん、あの濃すぎる分、みんなが普通なんだけど王子と並ぶと古文みたいになっちゃう、そうそれってあのイーダーのことですか？大丈夫、マネージャー大丈夫、それマネージャー、あのイーダーのことですか？違うですね、失礼しました、どっちかって搾取されたんで、あ、なるほど、まあ、それはいいんですけど、はい、そこは分かんない、まあでもやっぱりいないんですよ、でやっぱりいろいろ考えたんですよ、うん、で僕の隣に、はい、誰がいたらこう絵になって、うん、そして他の YouTuber にもう勝てて、うん、なんか企画の幅が広がるかなと思ったら、もうアスカキララしかいないと思うんですよ、なんか嬉しいけど、嘘、いや本当本当本当、そんなこと考えてくれた、この絵面的に、いや今すごいっすよ、どうですか、初めてだと思えない画角ですよ、画角ですよ、どうですか、嘘、初めてじゃないっすよ、いや本当本当、そんな思っててくれたの、いやもちろんもちろん、だってめちゃめちゃプライベートとかもう初めて会うし、うん、うんうん、やっぱ今 YouTube あんまやってないじゃん、うん、もったいないと思うんだよね、うん、確かに、そう、私もなんか YouTube ちゃんと動かさなきゃなと思いつつ、あの肉まんマネージャー、うん、YouTube 部門のマネージャーがやんないから、はい、無能使えないものだからやっぱりね、肉まんのせいじゃん、全然考えても考えても難しいんですよ、そうそうそう、 YouTube が本当に全然機能してないんですよ YouTube、 形だけで、ポテンシャルもすごくあると思うし、全然なんか僕なんかより100万人登録すぐ行くと思うんですよ、これマジで行くと思うんだよ、いやすごい、企画出したら編集するの大変じゃないですか、うん、でうちあの会社があってチームがあるんで、もう全部こっちでやってもいいですよ、うん、めっちゃお金とかいらないんで、そうなの、もうそう、あの全部自分たちでやってるから今、それ良くない、めっちゃ、うん、そう、おんぶに抱っこしよう、ほんとおんぶに抱っこしてもらっても構わないです、ほんとに、いいんですか、チームでやってくれんなら、じゃあ例えばこことここがグループでやらない、うん、普通の一人の例えばメイク動画とかでも、うんうんうん、使っていいんですか、使っていい、もちろん、編集も、もちろん、まあ、それやっぱりあのさ、ね、お願いするからにはちゃんと責任持とうと思ってるし、逆にもう1年間で今登録者どんぐらい、27万人です、でもそんな動画の本数出してないから、はい、もう出せば普通に行くと思うんですよ、だから1年間で100万人行くと思うんだよ、普通に行くかな、行くと思う、あそこキララなら行けると思う、いやキララさん、逆にうちのチャンネルはそこまで行かないと思う、やっぱいや嘘、やっぱなんだろう、土台が経営者なんですよ、うん、経営者っていうのは僕はすごい好きなんだけど、やっぱりなんだろう、人気コンテンツじゃないんですよ、正直そこに限界を感じてるんで、逆になんか力を貸してほしくて、だから私がちょっと心配に思ってるのは、うん、先ほど言われてたように、あのその経営者っていうか、うん、難しい話を知ってる、うん、してファンがいるみたいなこと言ってたじゃん、うんうん、でなんかそういうドッキリとか伸びないみたいな、うん、でここと組んだことによって、うんうん、そっちのファンが嫌がらないかなって思いました、まあ、それはね、うん、そこは多分うちの視聴者さん分かってくれてるんで、うん、あと今まで SNS とかで炎上情報とか散々やってたんで、うん、まあ、体制あると思うんですよ、で別になんかそんな正直低俗なことをやるつもりはなくて、うん、例えばなんかなんだろう、くだらないドッキリとかはマジやるつもりはなくて、うん、やりたいのはもっとこうハイソなことをやりたい、なるほど、ハイソって意味わかるよ、はい、うん、なんかこう品のあること、うん、高級ブランドみたいな感じ、はい、私たちがそう、うん、でもだって逆に言うと真似できるやついないと思うんだよ、こんなポジションを取られるやついないと思うんですよ、確かにね、車もフル活用して、家もフル活用して、もう全てを活用して、うん、ね、車も使っていいんですか、カメラも使っていいんですか、編集も全部今ちまたでその青汁ヒルズも使って、青汁ヒルズ、待って、私青汁ヒルズめっちゃ行ってみたかったんですよ、青汁ヒルズもぜひ使ってもらって、最強じゃん、すげえ、マジで、でもなんかちゃんと本当視聴者のためになるような動画を出したいから、もうそこだけはぶれないで、うん、まあ、社会貢献って言うとすげえ綺麗事なんかもしれないけど、なんだろう、まあ、せっかく発信力があるんだったら世の中を良くするようなこととか、うん、困ってる人を助けるようなことをやったりとかしたい、うん、それがまあ偽善って言われるかもしれないけど、うんうん、まあ、その僕はもういい、それでもいいと思ってて、それめちゃくちゃいいじゃん、うんうんうん、めっちゃいいじゃんそれ、やっぱりなんかその猫のさ、そう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 、あの動物保護施設のとこ行ってすげえ
なんか正直最初若干軽い気持ちで言ったんだけど、うん、あすごい意味のあることしたなと思って、うん、倍風に評価されてけども、もう悪くないなっていうか意味があるんだなと思ったし、うん、そういうことを一緒にやれたらなと思って、はいはいはい、でもあそこにもしアスカケラがいてくれたらもっと再生もあったと思うし、うん、じゃあ動物愛護について考える人ももっと増えたと思うんですよ。すごい心配、なんかすごいいい話で、すごい興味深いんだけど、その元々の青汁視聴者さんが嫌がらないかなっていう心配はあります、うんうん、まあ、それは大丈夫だと思います。だって別にそんなカップルチャンネルをやるわけでもないし、うんうんうん、グループ企画としてなんかやっていくって感じで、うん、そうですね、あ、そっか、別にチャンネルを作るわけじゃないから、そうそう、チャンネルを作ってなんとかチャンネルとかやるわけじゃないから、うん、ただチームを作るってことですよね。会いたい時に会う関係みたいな。そう、会いたい時に会う関係。いいね。そう、会いたい時に会う関係。じゃあ、いっか。いいよ。いや、いいと思う。うん。でも、目標決めよう。目標なの？え、まず、もう、アスカキララチャンネルちゃんと動画出してくれたら、もう絶対1年間で100万人いくと思う。で、行かせる。いや、難しいでしょ。なんでしょ。いけるいける。絶対、ポテンシャルが全然違うから、いけると思う。え？逆に1年間で100万人いかなかったらどうします？え、でも何でもするよ。何でも？何でもする。何でも？で、あとは、うん、なんか夢とかないの？夢か、なんか夢とか、なんかぼやっとしたものあったけど、今日なんかここに来てみて、うん、すごいじゃん、このオフィス、うん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 、確かにすごい、なんかすごいと思って、なんか私もこのぐらいまで行きたいなと思っちゃった。だったらじゃあ自分でさ、まあ、YouTube 伸ばして発信力をつけて商品になればいいじゃん、うん、今なんかほんと P2C っていうのがあって、うん、あの英語の P に数字の2に P2 じゃないっすか、 P2 みたいな、 P2 なんだよでアルファベットの C で P2C って言うんだけど、うん、なんか自分がそのタレントさんが消費者の方ファンの方に直接商品を売るっていうのめっちゃ流行ってるの。押し売り？押し売りじゃない、ちゃんと家に売りに行かないそれこそなんかヒカルさんのアパレルとかもそうだし、あ、そうなんだ、そうそうそう、すげえ今流行っててやってる方多いですよね、そうやってる人多いから、うん、それ自分のさ、うん、なんか、まあ、アパレルなのかコスメなのか分かんないけど、うん、やりたいのを、まあ、いいもの、本当にいいもの作って売るっていう、確かにメイクとかも好きだからコスメとかもやってみたくて、うん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 、今もうクライアントいらない時代なんで、もはやもうそういうのが難しいの、私は。それもいくらでも教えれるし、うん、いいんすか、むしろそういうのをずっとやってきたから、そのノウハウはめちゃくちゃあるんで、会社だし、いや 、うん、私はなんか全然そういう知識がないんで、じゃあそういう、なんていうんですか、グループを組む代わりに、うん、そのなんかノウハウとか、うん、そういう詳しいことを教えてほしいです、うん、あ、いい、もちろん、うん、あ、いいね、いいね、それはめっちゃいい、嬉しい。ただその YouTuber 頑張ってほしい、やっぱ楽しみにしてくれる人もめっちゃいると思うし、うん、もちろんうまくいかない時もあると思うんですよ、やっぱ、うん、やってればでもその時は諦めないで一生懸命一緒に考えるから、うん、なんか解決していって、めっちゃ優しくない？いや、すごくいい、絶対そうだから、だって 100% 全部すぐうまくいくないじゃないですか。え、すごい、私結構王子のことを誤解してました。結構あの炎上商法でなんかわざと燃やして人を叩きのめすみたいなイメージあったんですよ。そんなに悪いイメージあったんですけど、しかしそれも下心があっての誘いそれはないと思うけど、確かにこんなになんか親身になってヒラランドのこと考えてくれてたのみたいな、え、ちょっと感動しちゃった。まあ、でもそれはやっぱ僕の利益でもあるんで、キララのが伸びてくれて一緒にやっていけばやっぱこのチャンネルも伸びるし、そうなんだ、まあ、お互い win-win ですよね。そうっすよね。え、私の方が win 多くない？大丈夫？いやでもやっぱ先に win をギブをすることが、さすが大事なんだね、ギブアンドテイクっていうよく聞くやつ。じゃあそのヒカルチャンネルのネクステみたいな、うんうん、そういうなんかグループ名とかも決めていくってこと？グループの決めよう。あと2人だけだとね、あのグループじゃないんで、誰か、ね、見つけて。何人ぐらいイメージしてるの？まあ、3人とか4人とかじゃない。なんか共通点あります？共通点、北海道。あ、そっか、地元がね、うん、はいはい、オーロラ。オーロラ、オーロラいいじゃん。ああ、確かに。けど、かっこよすぎるから、うん、雪だるま。雪だるま。雪団子。雪団子。全然雪国。雪国。雪汁。雪国しっくりくる。雪国いいっすね。雪国いいんじゃない？雪国いいと思う。カタカナで。はい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 。おお。カタカナなら、ね、うん、チーム雪国。チーム雪だって冬、北海道で生まれたんだから。確かに。そうですね。冬で。雪国ってタイトルに例えば入れるじゃないですか、うん。それなんか雪が降ってるところでなんかやってるのかなとは思われないですか。まあ、カタカナなんで、カタカナでしたときに。認知されたら大丈夫じゃない。あと雪国に本当に何かやればいいしね。雪国行って、はい。
いいじゃないですか。いいじゃん、雪国だよこれ、うん、いいと思う、すごくいいと思う、しっくりきました今ので。チーム雪国、おお、ありがとうございます。チームね、雪国、いやいいね、すげえ、本当に、はい、あのキララさんと一緒にグループになっちゃったんですね。あ、ちょっと、そうだ、あれ、ちょっと待って、結成記念にお祝いしようと思って、これを見越して、もう絶対いいって言ってくれると思って、それ見越して、ちょっとよろしくお願いしますってことで、嘘、やることが違うわやっぱり、すげえ、何、なんで雪国結成ですから、嘘、用意してたの、用意してましたよ、はい、もし私がやりませんって言ったらどう、いやもう絶対いけると思ってたんで、もうだってお互いメリットがあるし、もう、嬉しい、やばい、これ悪い話じゃないから、こんなバラ用意します、モテるやつ絶対でもこれケーキ用意したんで、え、嬉しい、食べよう、ケーキ食べたいですね、うん、うん、よということで、はい、ちょっともう、まあ、無理を承知で頼んだんですけど、なんとか、OK していただいて、チーム雪国結成しました、素晴らしい、すごい、とりあえず絶対100万人は責任持つんで、はい、かっこいい、これ絶対モテますよね、ということで、うん、ちょっとじゃあ早速、うん、もう今のうちに、うん、次どういう企画撮るか決めてきたくて、うん、どういうの撮りたい、撮りたいのある、いっぱいある、もちろんこっちも考えてきてるんで、うん、それを、うん、ちょっとこれから話し